アンドロスダリル・タウンゼントは、イングランド・ロンドン・ウォルサム・フォレスト・ロンドン特別、出身のサッカー選手。プレミアリーグ・エバートン FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。タウンゼントは9歳の時に、トッテナムのアカデミーに加入し、ローンに出されるまで、ユースチームに所属していた。リザーブチームに入ってからは、ヨービル・タウンや、レイトン・オリエント。 ミルトン・キーンズ・ドンズにレンタル移籍し、2010から11シーズンには、イップスウィッチタウン、ワトフォード、ミルウォールへといったように、以降も負傷等で所属チームを変更しながら、多くのクラブへのレンタル移籍を繰り返した。あとの2012年9月16日に迎えた、レッティング戦で、ようやくトップチームで、プレミアリーグデビューを果たした。2013年に入り、 トッテナムの前監督であるハリー・レドナップが率いるクイーンズ・パーク・レンジャーズへ期限付き移籍すると3月9日のサンダーランド戦でプレミアリーグでの初ゴールを記録続けて翌週のアストンビラ戦でも得点するなどの活躍を見せファン投票によってクラブの最優秀若手選手に選ばれたシーズン終了後トッテナムに復帰したがシーズン中に サッカー関連賭博を行っていたことが発覚したため、FA により1万8000ポンドの罰金が課され、さらに4ヶ月間の出場停止処分が下された。2013から14シーズンからメンバーに提示、UEFA ヨーロッパリーグプレーオフリナも、飛び出し戦で先発出場すると、自陣からゴールまで50ヤードの位置でボールを受けて、ドリブルで単独突破して、先制点を記録。 その後短期で右サイドを崩してパウリーニョの追加点をアシストした。2014から15シーズンの2015年元日のチェルシー FC 戦では PK で得点を記録。3月のスウォンジーシティ戦では左サイドから一人でカウンターを完遂してそのまま得点した。プレミアリーグ第27節延期分クイーンズパークレンジャーズ戦では フリーキックからハリー・ケインの得点をアシストした。2015から16シーズンは、マウリシオ・ポチェッティの監督の構想を外れ、トッテナムで3試合に途中出場したのみで、シーズン途中にニューカッスル・ユナイテッドへ移籍した。2016から17シーズン、ニューカッスルの二部降格により、クリスタル・パレスに5年契約で移籍した。2018から19シーズン、 12月のマンチェスターシティ戦で決勝点となるボレーシュートを決めると、これがプレミアリーグ年間最優秀ゴールに選ばれた。2021年7月20日、エバートン FC にフリー移籍で加入し、2年契約を結んだ。U-16、U-17、U-19、U-21 の4つのカテゴリーで代表を経験している。 2013年6月開催の U-21 ヨーロッパ選手権に向けた U-21 イングランド代表メンバーに選ばれていたが前述の理由により代表入りを辞退した。2013年10月11日のワールドカップ予選、モンテネグロ代表戦に先発出場し A 代表デビューを果たすと、この試合でミドルシュートを決め代表初得点を挙げた。 2014年10月9日に行われた UEFA ユーロ2016予選の3割の代表戦でチームの4点目となるゴールを記録5から0という勝利に貢献した。2016年の UEFA ユーロ2016に望む代表候補26人に選出されたが最終メンバーからは落選した。ありがとうございます。